どうも皆さん、こんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。毎週日曜日は、いつもはウクレレの YouTube レッスン動画公開しているこのガズレレ YouTube チャンネルの中で、毎週日曜日だけギター講座をやってるよということで、今日はこの日曜日なので、ギター教室始めていこうと思います。今回はですね、最近ずっと曲のレッスンをしてたんですけど、前回の動画のコメント欄で、ピックの持ち方、ピック持っているとね、落としちゃうんですという声と、ストローク、ちょっとガズさんのストロークをちょっと、ご紹介してくださいということで、今日はですね、ちょっとね、その辺のことをやっていこうと思います。あとね、ちょっと特別編でコードをいつも押さえてるでしょ。これをですね、ちょっと角度を変えたところから見てもらうのもちょっといいかなと思って、最近ウクレレのね、ガズレレの方でもこの角度を変えた動画っていうのやってるんですけど、右手のピックの持ち方とかストロークの解説、角度を変えてちょっと解説してみようと思います。さあ、ギター面白いよ、やってみたいなという方、ちょっとゼロからね、まずガズギタースタイルでマスターしてください。再生リスト作ってます。ギター始めたい人、ここにリンク貼っとくんで、概要欄にも貼っとくけど、見てください。そしていつも言ってることなんですけど、最初からギターに挑戦するよりも、もしかしたら最初、ウクレレから音楽始めた方が、早道かもしれませんということをいつも言わせていただいてて、結構共通点多いんで簡単なんでね、ウクレレの方がより。ウクレレもぜひね、やってみてください。ウクレレのレッスン動画ここに貼っときます。これも必見ですからね、ウクレレは本当ね、皆さんおすすめ。ウクレレをやって成長過程の途中でギターを並行してやるっていうのもおすすめなんでね、この2つのリンク、ガズギターの、やり方とウクレレのやり方、ちょっとね、チェックしてみてください。じゃあ早速ですけどやっていきましょう。まず8ビートのストロークなんですけど、いつもこの正面から見てね、こんな感じですよね。言ってるように、このブリッジミュートって言って、ここにね、手をつけて、この音をちょっと濁らしてるよってことをお伝えしてるんですけど、ちょっとこっちから見てもらうのがいいかなと思ってるんですよね。ここのちょっとアップ寄ってもらって、今カメラマンはハニーさんです。ここをね、こう当ててるんですよ。あ、ピックの持ち方はね、ガズさんはこんな感じです。で、ちょっと今 C を押さえてるんですけど、ここにドンと乗っけてる感じですね。弾くのと同時に。こう。わかる？だから一回こう離れてて、弾くときだけここに、ポンとこう、叩いてるっていうイメージなのかもな、このブリッジのここをね。で、これだとちょっとミュートが入ってて、音がくすぶってるんですよ。で、これ、ここに当てずに弾くと、いわゆるフォークギターのこのジャンジャカ。こんな風になります。でもガズさんはちょっと自分の好みとして、このちょっと音がくすぶってる、この感じの音が好きなんで、どうしてもこういう、これがもう長年弾いてるから、こういうスタイルになってますということをお伝えさせていただいてるんですけど、もうちょっと見てもらおうかな。ゆっくりいきます。 C を押さえてます。コードを変えましょう。ここ、こうやって叩くと、弾くときに、ってやるでしょ。ここをこうやって音を止めて、ブリッジミュートをかけてるときに、もう、チャッという音がしてるんで、8ビート弾くだけでも、8ビートのチャみたいなリズムを作りやすいんですよ。この、ドゥンダッドゥンドゥンダッドゥンドゥンダッ、今ここを叩いてるけど、これをここでやってる感じですね。そうすると8ビートのチャとかあまり意識せずとも、そういうなんか打楽器的な要素が加わるわけですね。そうするとオープンで弾くよりも、そのドンという音が入るからグルーヴが出ると。いわゆるこれはフォークギターっぽい感じで今弾いてますけど、はい、ちょっと暴れた音が落ち着くようなイメージなんですね。これがガズがやってる、やり方で。で、質問にあったんですけど、ピックを持ってると、アップの時にこう、落ちちゃうということなんですけど、そうですね。あんまりこう、アップの時にこう、こういう風にピックを上から当てるとこう、なんつうのか、逆向き向くようになって、ガキガキってなっちゃうから、まあ、なんかこういうイメージを持ってたらいいんじゃないかな、やっぱり、最初のうちは。あんまりガズも意識してないんですけど、こうやって弾いて、このまま上げたらぐさっと刺さりますからね、ピックが弦に。じゃなくて、こう、やっぱちょっとこういうイメージを持つといいかもしれないよ。はい。こういう風に
ちょっと意識してみるといいかもしれません。で、じゃあちょっと16ビートビートじゃねえや。16ビートもちょっとやってみましょう。ゆっくりめで。ドンドンドッカンの時にここにブリッジミュート当ててるっていうか、ちょっとトンと叩いてあげるような、みたいな、はい、これがチャになってるわけですね。はい、こんな感じです。16ビートだから同じなんですよ基本的には。ここにうまいこと当てる。なんでここが最初ちょっと痛くなるというか、ここに弦が当たってるんですよね。ここですよ。ここに一番当たってる、ここを見ると。はい。あ。はい。このやり方が、ガズのスタイルです。なので、ギターを弾く人すべてがこの弾き方をしなければならないということではないんですけど、ガズの弾き方はちょっと聞かれたんで、ガズはこういう風に弾く、のが好きで、こういう風に弾いてますというご案内でしたと。なんか参考になればいいかなと思いますね。まあ、今後ね、アルペジオとかやるときもちょっとこういう角度でも見てもらおうと思うんですけど、アルペジオとかもね、いろいろこう自由度が高いんでね、ギターの場合はなんかいろいろあるんですけど、ひとまずはね、最近レッスン動画でピック使うことが多いんで、ピックのストロークはこうやってやってますよというか、結構こういう感じの動きが多いでしょ、思ったより。ちょっとですね、こっちからも見てみようか、角度を変えて。いいですか？じゃあ同じいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。じゃあ今度16ビートもやってみましょうか。せーの。はい。なんかここから見るとまた違う発見がもしかしてあるかもなというふうに思います。じゃあ次はですね、左手のコードをどんな風に押さえてるか、ちょっとこれをアップにして見てもらおうかな。まず C はこうです。はい。見える？ C はこう。で、日本指コードだと、こういう風に押さえたりしますね。日本指コードはこの押さえ方かな。はい。かっこいいバージョンの C はこれ。で、ここ見て、6弦が鳴らないように、中指をこう6弦に当てていたり、これ親指で触って、6弦の音を、ミュートしてますからね。はい。なるべく出ない方がかっこいい。じゃあその次、じゃあ A 星。A 星はこうです。はい。次。じゃあ G 行こうか。G は日本指コードの時はこう。結構指立ってますよ。こっちから見てください。はい。で、かっこいいバージョンの G は、ここの小指で、1弦の3フレットを押します。はい。で、問題の F。F は、日本指コードだとこことここ、こういう風にガズは小指で押さえてます。こう。はい。で、最近ガズギターのかっこいいバージョンで使ってるのは、こう、こう、ここですね。はい。この4本指。このぐらい立ててていいですよ。ちょっとこっちからも見てもらいたいんですけど、ガズギターの F はこれでいいよってことに一応してて、1弦と2弦はこう今浮かんでるんですけど、はい。これ1弦と2弦の音はあんまり出てほしくないから、この人差し指の腹、この人差し指の腹見てください。ここね。ここちょっとわざとこう押し当てて見えるかな。こう押し当てて止めてるんです、ここで。こういう音になるようにわざとくすぶらせて、
で右手を全部弾いても大丈夫だからね。これで F を再現していますガスギターでは。はい。じゃあ次は E 星。E 星は簡単。E、A 星の1個1段上に残ったこれですね。はい。じゃあ次 D 星はこことここ。これも本来6弦の音出ない方がいいんで、6弦を親指でちょっと触って止めてあげるとか。こんな感じですね。ちょっとじゃあコードで弾いてみましょう。まず、このコード進行でいきます。せーの。こんな感じです。コードこの角度から見るのも新鮮じゃない ?C に、G に、A 星、F、G はさっき出てきたから、E 星、D 星、D 星はこれでもいいけど、まあこうかな、D 星。はい。6弦とかこう止めてやるとなおさらいいと。はい。こんな感じで、ちょっとね、今日はですね、右手のピックの持ち方とか、ちょっとガズのリズムとか、コードの押さえる指の雰囲気、結構指立ててますよ、やっぱり当然ながらね。はい。それを見ていただきました。なんか皆さんのヒントになればいいかな、というふうに思います。はい、そういうわけでですね、ちょっといろんな要素をちょっと駆け足で見てみたんですけど、まあさっきも言ったんですけど、これガズの、まあ、あの気持ちがいいリズムの満たし方ということで、ストロークは特になんですけど、これが全てではないですよ。皆さんそれぞれのスタイルというか、やりたい方向性もあるでしょうから。だからガズは8ビートとか16ビートの時は今みたいにこうやって弾いてる、こういうちょっとここにこうドンって当ててあげるっていうのを今ご紹介させていただきました。ピックの持ち方もね、そんなに僕も意識したことはなかったけど、まああんまり深すぎず浅すぎずっていうところで、これずれたらもう微調整してるんですよね、多分。この人差し指と親指の間でピックでずれてる時も常にあるんで、こう微調整して、そんな感じだと思いますね。コードはですね、やっぱり基本的にはみんな押さえ方としては一緒に指立てながら、で、出したくない音は触って音を止めるミュート、これが結構難しいんですけど、慣れてくるとできるんで、最初のうちはね、出したくない6弦が出ててもバッチリ OK だと思います。はい。今日はそんな感じで、ちょっとね、皆さんの お役立ちリズムメイクに必要不可欠な感じの動画になればいいなというふうに撮っているんですけど、今回もね、皆さんのコメント欄でこの動画をちょっと作ったんで、なんかギターに関して、知りたいこととか困ってることあったら、コメント欄ちょっと書いてください。ガズがそれ見て、あ、なんか面白そうと思ったらこんな感じで動画にしていきます。これからもですね、こんな、まあ、なんかちょっとワンポイントとか、課題曲を、コード進行といつもやるように、レッスン動画としてもどんどんやっていく予定でいますんで、このガズギターの再生リスト、こんなのがいっぱい混ざって、すごく楽しい動画の集まりになってますんで、概要欄にね、貼っとくんで、もう今一度再生リスト見ていただくと面白いかなというふうに思います。さあ、それでは楽しく音楽していきましょう。普通の日はね、このチャンネルではガズレレのね、ウクレレ YouTube チャンネルやってますからね、そっちの方も楽しんで、ぜひ見てくださいね。ガズピアノの方も出てますよ。こっちも最高に面白いからね、ガズピアノのことよくわかんない方、概要欄に貼っとくんで、ここにもリンク貼っとくけど、お願いします。さようなら、バイバイ。